はい、おはようございます。5月8日土曜日です。今日は遅めの今、午前の10時です。足の日、今からやっていきます。足の日はですね、腹筋、これ3種目、1セットずつやってから、はい、足3種目ですね、3セットずつ、これから30分以内でやっていきます。それではね、シットアップから、20回やっていきます。続けて、3種目やっていきます。スタートします。よし、はい、スタート、はい、スタート。はい、30、OK。 ネクスト、ロシアンツイスト、5キログラムウェイト。よし、ラスト50。はい、50。1キログラムウェイト。はい、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 腹筋は終了です。それではメインの足やっていきます。消しちゃいました。腹筋は終了です。今からメインの足やっていきます。非常に苦手な苦しい足の日です。ふんどしで
頑張っていきます。朝早くないのでだいぶ気温も上がって、もうすでに暑いですね。はい、結構ね、バシバシに入りました。では早速ね、足メニュー、3つ、やっていきます。CC スクワットですね、10キロ持って、やっていきます。はい、さっとやって早く終わりたいと思います。スタートします。フィニッシュ、OK。 ネクスト、フルスクワット。Today, 41kg。いつもね、重くても36kg ぐらいなんですけど、今日は、41kg でやっていきます。まあ正直ね、いつもね軽すぎるんですけどね、やっぱりラックがないとね肩に担げないんで、まああまり重くできないんです。41キロでしたら、まあ、肩に、回せるかなと思ってやってみます。20回目標でやっていきます。はい、 OK ですね。はい、じゃあやっていきます。はい、最後、3種目目はちょっとのけぞりのスタイルの C スクワット、これで3種目目やっていきます。はい、それではスタートです。7、8、9、10。
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。 OK。 前に特によく聞きます、2分休憩します。はい、まあ比較的軽めかなと思います。まあこれで十分なんで、はい、やらないよりかは全然いいと思うんで、はい、軽くてもね、毎日30分こなしていきたいと思ってます。今日ね、ファスティングで一日断食です。ちょっとどうしようかなと思ってね、やめようか思ったんですけど、まあひとまず朝食べずに、まあやってます。普通の日本茶とお水で、はい、やっていってます。まあ正直ちょっと昨日の晩もね食べ過ぎたんで、はい、やっぱりちょっと抜いとかないとダメかなと。もう後がないんで、まあひとまずやる。喋るの早い。はい、ひとまずね、やっぱりちょっとやってみようかなと。後がないなということで、はい、チャレンジします。はい、それではね、休憩終わりです。2セット目やっていきます。シシスクワットですね。はい、20回目標でやっていきますね。20タイムトライチャレンジ足のトレーニングが嫌いになりすぎないように、ちょっと1分休憩します。まだね、扱ってる重量が軽いんで、そこまで苦しくないです。いつもの方がね、やっぱもっとハーハーゼーゼーね言って苦しい思いしてるんですけど、今日はね、比較的軽めで流してます。
ただね、筋肉の入り方は全然、はい、甘くないですね。十分入ってて、これはこれで十分有効な日になりそうかなと思います。Next. Squat. はい。え、スタンバイ、OK。はい、スタート。ワンミニスプレーク。スクワットに関してはいつもよりちょっと重いんで、やっぱり入り方が結構いい感じで入ってるかなと思います。はい、次も CC スクワットです。大体四頭筋、ターゲットにして今日はやってます。まあ、レッグエクステンションマシンがなくてもね、結構いい感じでね、入ってきてます。はい、じゃあスタートします。こっち見てやりましょうか。1、ワン、トゥー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、はい、OK。 2 minutes break。 はい、なんだかんだセカンドセット終了です。あと1セット、はい、頑張ります。気づかずにね、狭くなってきたんで、ワイドに広げておきました。今日はね、なんとか晴れてきました。休みの日なんでね、明日も、ね、晴れるみたいなんで、良かったかなと思います。
やっぱりね、断食するとね、楽しみがね、もうなくなっちゃってね、もう今から明日何食べようか、そんなことばっかり考えてます。断食するとやっぱりガクッと下がるんですけどね、次の日すごく食べるんでね、なかなかです。繰り返し繰り返し失敗してね、なんか道が開けたらなと、そんな思いで続けてます。はい、それでは最後セット、はい、では最後セット、はい、しっかり集中して楽しんでやっていきます。はい、それではやっていきます。はい、スタート。19、はい、頑張れ、最後20、こいつだ、オッケー、ワンミニッツ休憩、ブレイクタイム、はい、片付けます。よいしょ。なかなか痩せないんで、縦溝が入らないですね。コロナもね、収束見えなくて、ちょっと日焼けいけてないです。ストレッチ、はい、ラストスクワット、ホワイト、だいたい胸筋がなんかすっごいだるいですね、力入らないかな、そんな感じですけど、はい、やっていきます。ミラー、ミラーウォッチング、エクササイズ、
け。吐け。ワンミニッツブレイク。はい、なんとかここまでやってきました。あと1セット。ね、毎日やってるとはいえね、やっぱり終わるとやれやれです。はい、今日の予定はね、そんなに詰めてないんですけど、はい、またね、さつまいも追加で買ったので、さつまいもまた植えていこうかなと思います。ラストワークアウト、はい、スタート。オッケー、フィニッシュ、終了。今日もなんとか終わりました。今日ね、しっかりやりきれたのも、最後種目をね、やっぱり負荷なしでの種目、軽い種目をね、持ってきてたんで、まあ普通にやりきれたかなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。Thank you for coming to the end. あとはね、ベストボディの大会、お金払おうかな、どうしようかな、その期限だけ確かめてね、お金払おうという気持ちになれるぐらいまで減量をね、しとかないとダメなのかなと思います。それ以前にまだベストボディね、大会 OK よみたいなメールは返ってきてないんですけどね、まあ OK の前提で話してます。ということでね、明日も休みなんで、アップロードでちょっと時間が不定期になっちゃうんですけども、上げていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。グッバイサンキュー。トゥモロー。